いただいたね、この巨大爪研ぎを開封したいと思います。ブランドでにゃんこの宿っていうブランドだそうです。すごいね、ぽっちゃり猫さん用ってよあんたもちゃん来たね。あーちゃん開けてあげよう。爪研ぎね、うちもね あるんですけど、もうすぐねボロボロになってね。早く爪研ぎたいね、はい、幅がやっぱ違うね。あーたまちゃん、あーすごい、もう研いでる。おおすごい。あ、なんか研ぎやすそう、広いから。あーたまちゃんもうベッドやん。あ、たまちゃんが寝てもこんなに広いたまちゃん寝ても余裕あるよ。普通はね、多分この幅ね、この幅でちょっとねたまちゃんはみ出るなーってちょっとたまちゃんはみ出るやつあったよね。ちょうど比べたら見て、こんな感じ、全然違うよね。このちょっとのね大きさが必要だよね、たまちゃん。すごいね、よかったねたまちゃんもうぽっちゃり猫代表みたいな。あ、じゃあそっち。すごーい。よかったね、たまちゃん。たまちゃんすごい気に入ってますね、これは。動かんもん。ね、ベッドにもなるし、爪も研げるし。あ、どいてくれたよ、あーちゃん。あーちゃん爪研ぎ。あーちゃん爪研ぎ。あーちゃん爪研ぎ。あ、子が好きなたまちゃんどいてくれたよ。